おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。この日はね、ゆで卵をするのがめんどくさくてレンチンでねしたのね。ちゃんとさ、爆発防止に爪楊枝で穴をほがしたんだけど、えらいこっちゃになって大爆発したの。掃除が大変だった。もうこの日以来ね、ちょっとね、レンチン卵恐怖症です。そしたらね、沸騰したお湯に塩とオリーブオイルを入れて、マカロニをドボンしたらさっと茹でて、さっと混ぜて蓋をして、火を止めてマカロニの茹で時間放置してたらね、できるから。で、きゅうりは薄切りね。だいぶね、きゅうりの値段も安定してきたような気がする。でね、最近はね、人参も入れるようになったの。人参は細切りちゅうか薄切りちゅうかも適当。いつもの適当ね。で、玉ねぎも薄切りね。そしたらね、軽く塩もみをするよ。ねね、ハムもさ、他の具材と大きさが合うような感じで適当に切る。まあ、だいたいさ、大きさが揃ってればね、食べた時に口の中でバランスがいいような気がする。でも卵はさ、スプーンでざーっくりほぐす。ゴロッとしてるぐらいが美味しいからね。そしたらね、分量はこれね、ちょっと小さくなっちゃったけど字がね、また後ろと概要欄にも書いてるし、うん、まあいっか。で、野菜の水気をしっかり絞ったらね、調味料とさ、あえる。ちょっとなんかまたこのブラックペッパーの電池が元気がなさそうで、ウィーンって言ってるけど。で、これをね、全体をあえて、もうこれでさ、マカタマサラダの出来上がりね。で、小松菜はね、だいたいもう3、4センチぐらいかな。もう適当でいいの。そんぐらいの長さに切って。そしたらね、人参は細切りにするよ。そう、昨日はさ、1日ゆっくりしてて。でね、午後からさ、トトと二人で、もう子供たちはさ、一緒に行かんちゅうからさ、トトと二人で、私がいつも運転できない場所にある業務スーパーに行ってきたの。そしてね、フランクフルトが売ってたからね、買った。久しぶりでした。そしたらね、ごま油を熱して、なんだ？人参とさ、小松菜を炒めるよ。まあ、小松菜ってほんとシャキシャキして美味しいよね。そしたらね、まず最初にね、酒をさ、あら、私まだ炒めてる。分量出ちゃったけど。まず最初に酒を入れて、ささっと炒め合わせて、でね、酒をね、飛ばす。で、そしたらさ、他の調味料を入れてね、これもね、簡単だけど美味しい。で、これをばさ、炒め合わせるよ。もうね、そしたらね、すぐできる。これでさ、なんだったっけ、小松菜と人参の中華炒めの出来上がりね。
でね、この日のお味噌汁は厚揚げ、えのき、キャベツでした。そうそう、そしてさ、昨日は弟と2人で業務スーパーに行って、でね、晩はさ、晩ご飯ね、休館日にしてというか、まあ出たからね、飲まなかったんだけども、あの娘がね、この前からね、お寿司を食べに行きたい、食べに行きたいって言ってて、娘はマグロが大好きだからさ、晩はね、はま寿司にね、ご飯食べに行って来たんだ。で、だから昨日は本当にゆっくりのんびりしてた。今日もまたゆっくりのんびり、今から好きなことでもしようかなとか考え中。これでね、お味噌汁もできた。そしたらね、今日の晩ご飯はさ、カレーだったのよね。もうさ、じゃがいも、玉ねぎ、人参は適当に切り刻んで、まああとは冷蔵庫に残ってるものなんでも入れちゃえばうまいから。でね、この前のコメント本当にありがとうございます。すごくね、元気をもらえるの、やっぱりね。そしてさ、私の視聴者さんはさ、やっぱり同年代の人とか、少し私たちよりお若い人とか、あとは私たちよりちょっとお姉さんの人たちも見てるから、ね、なんかね、その、コメント欄を読むとね、すごく、こう私もね、心が癒される。うん、ね、みんな優しい人たちばかりでね、本当にありがたいことだよねって思う。意地悪なこと言う人は誰もいないしさ、本当ね、みんな優しいし、で、なんかほら、わからなかった時とかはさ、視聴者さん同士でもさ、こうこうだよとか、ああだよとか、情報交換ができたりしてね、すごくね、雰囲気のいい、なんか落ち着く場所だなって私もね、そう感じる。でね、いっぱい喋ってたらもう豚肉も炒めてさ、他の具材も入れたね。この日はさ、しめじじゃなくて、これなんだっけ、ピロピロのピロピロの、あれ舞茸も入れたんだった。でね、えらいこっちゃな量でしょ。でね、隣では息子用を作ってるのよ。息子は辛いの食べれんからさ、でこれはね、もうね、2日分いった。ほんで分量、これだ、これ分量一応言っとかないとね。そう、1日目は普通にさ、カレーを丼に盛り付けて食べて、2日目はね、トトはね、いつものカレーうどんで、私と子供たちはね、チーズをたっぷりぶっかけてね、焼きカレーにして食べたの。やっぱ美味しい。カロリーが高いものって本当に美味しいのよね。もうね、2日間でね、ペロリと平らげた。ね、もう食べるって、食べる元気がある。いいことだ。もうね、そんなして話をしてるうちにさ、もうね、よかんべにカレーも出来上がった。コチュジャンを入れてるからね、コク深くてね、美味しいカレーになるよ。で、材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ね、日曜日ゆっくり過ごそう。ではでは、良い一日を。